皆さんこんにちは、みのりんです。あーもうチーズ大好き。今チーズドッグ流行ってますよね。私もこの前食べてめちゃくちゃ美味しくって、本日は大流行のチーズドッグをお家で作っていきたいと思います。ただね、普通のチーズドッグじゃなくってつむつむ風のチーズドッグを作ってみます。私も作ったことがないのでちゃんとできるかすごく不安なんですけども、まあ失敗しながらでもいいので挑戦していきたいと思います。それではね、早速キッチン行きましょう。用意するのがスライスチーズ、ホットケーキミックスと牛乳、見えない牛乳です。はい、まずはこちらだけで簡単にチーズドッグが作れちゃうっていうことなので、早速試していきたいと思います。まずはパンケーキの袋を一袋、次は牛乳 120ml、これぐらいですね。混ぜます。これだけでいいみたいです。すごい簡単。パンケーキの生地よりはちょっと硬いぐらいです。ではね、油も温めちゃいます。こちらのヘルシーリセッター、もうこれしか売ってなかったんでこれにしてます。次はスライスチーズ、ちょっと2枚重ねて3分割していきます。これをまた3つに切るとこんな感じで四角い形になります。これに爪楊枝、爪楊枝を刺してさっき作ったこの中に入れていきます。すごいねっとりしている。こんな感じであとは油の中に入れたら完成だそうです。というわけで油がだんだん温まってきました。うん、いいぐらいの熱さですね。ちょっと私も初めてなんでちゃんとした丸になるかわからない。大丈夫かな。じゃあいきます。せーの。おお、油がちょっと浅いちゃんとつかんない。ちゃんとやれば綺麗な丸にできそう。一応ね、これで完成は完成なんですけど、形がちょっと丸じゃないので油を多くしてどっぷり浸かるようにしたいと思います。でも美味しそう、匂いが美味しい。油もっと入れちゃいます。ではもっと作っていきます。あー、意外と4分割にしてもいいかもしれないですね。はい、チーズブロックの完成。そしてこの生地の中にディップ。これで綺麗な丸ができるといいんですけど、じゃあ入れます。はい、綺麗な丸になってほしい。おおお、いい感じかも、いい感じかも。あ、ちょっと待って、箸反対側やん。あー、いい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 感じです、いい感じです。おお、丸になった。いいねいいね。もう一ついきます。あ、ちょっと焦げちゃった。次はこちらの生地をちょっと移動させます。この生地の中に緑色の食紅を入れます。いい感じの色になりました。これでそのまま緑色っぽくなればいいんですけど、どうかな、できるかな。はい、チーズブロックができたので同じように爪楊枝で刺してこの中に入れていきます。これで一旦入れてみます。よいしょ。どうかな、緑色のままになるといいんですけど。あ、いい感じいい感じ。弱火で今やっています。あー、でも形がちょっと崩れてる。ちょっとね、これは形が失敗ですね。形を丸くするのが結構難しいかも。最後はね、真っ黒のやつを作っていきます。また生地を移動させて最後はこちらの黒い食紅を入れていきます。おお、真っ黒、混ぜていきます。いい感じに黒くなったので最後はこれでね、ミッキーを作っていきます。チーズブロックを入れて、お、これは綺麗にできそう。めっちゃ綺麗にできた、超まん丸、完成です。最後はコーンを爪楊枝につけて黒い生地に入れます。これも揚げていきます。
ことがあるんですけど、生地がトロトロの方が綺麗になりました。なので最初 100g に 120ml の牛乳を入れてたんですけど、もうちょっと入れてもいいのかなって思いました。これぐらい柔らかい生地の方がいいですね。はい、チーズドッグできました。なんかね、最初に作ったやつがやっぱり形がいびつなんですけど、綺麗な形にできたものもあります。今回使うのはこれとこれとこれです。これらをつむつむ風にデコっていきます。デコり方はね、すごく簡単です。じゃあまずね、プーさんスパゲッティをちょっと折って、コーンを刺します。どこら辺だろう、ここら辺かな。こんな感じで耳をくっつけます。あ、取れちゃった。こっち側にもつけます。ちょっとコーンの形がいびつだな。もうちょっといい形のコーン見つけました。はい、耳完成。チョコソース、爪楊枝とペンを使って顔を描いていきます。糊を使ったりとか他のものを使ってもいいと思いますが、私はねチョコソースほんのちょっとしか使わないですし、まあ、結構味も合うんじゃないかなと思うので使っていきます。ここのお花の部分を描いてあげればプーさんの完成です。では次行きましょう。次こちらはね、これはねマイクを作りたくて緑色にしました。マイクの目の部分はチーズで作ります。これぐらいかな。はい、ちょっと完璧な丸じゃないんでね、いびつな子になっちゃった。もう一回丸作ってみます。こっちのがいいですね。これに糊をハサミで切って丸にしていきます。ちょっと小さい。これはちょっと大きい。あ、いい感じいい感じ。最後はマヨネーズ、目のところにちょんってつけてあげるとマイクの完成です。最後最後、これはミッキーです。ミッキーはさっき作ったこれコーンで作ったやつなんですけど、これを引き抜いてスパゲッティで留めていきます。ここら辺かな、いいんじゃない？ここら辺に、よいしょ。耳完成です。あとは顔ですね。顔はね、またチーズ使っていきます。爪楊枝を使って、この大きさどうでしょう？一発なので難しい。はい。あ、悪くない悪くない。どうですか？あ、いいんじゃない？一発 OK 出ました。よしよしよし。あとは最後にチョコを使って顔を描いていきます。よいしょ、できた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 、ミッキーの完成です。じゃじゃん、つむつむ風のチーズドッグ完成です。いやね、食べるのもったいない。ちなみに失敗作たちです。最初はねちょっと難しかったんですけど、だんだんねやっていくうちに綺麗な丸ができたりしたので、では早速食べたいと思います。なんかね、せっかくつむつむの子たち作ったんですけど、もったいなくって今すぐ食べられない。ではまずは一度失敗作から食べていきます。もうめっちゃ美味しい。あんなに簡単な材料だったんですけど、すっごく美味しいです。しかもちゃんとこうやってビヨーンって伸びて成功しました。ちょっとこっち食べるのが辛いこれね、すごい食べるのがもったいないんですけど。じゃあ耳から、あ、コーンも美味しい。はい、っていうわけでいかがでしたでしょうか。少ない材料ですごく簡単に可愛く作れちゃうので、皆さんもぜひぜひ作ってみてください。本日もご視聴いただきありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。本日もご視聴いただきありがとうございます。こことここに昨日の動画とおすすめの動画を載せておきます。あとね、 Twitter と Instagram もやってるので、ぜひぜひフォローお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。